どうしたものか。何悩んでるの？栃木は素晴らしい場所やものがいっぱいあるのに認知度がない。認知度か、地方の課題ってやつですな。2021年に県が独自調査したアンケートがあってさ。どんなアンケート？各都道府県それぞれ100人くらいに聞いたやつ。全員で5000人弱ってことね。鬼怒川温泉知ってますかって聞くじゃん。お、知ってますよって答えた人に、それはどの都道府県にあるか知ってますかってさらに聞いた結果、なんと3割の人が知らないと答えたという。ガーン、鬼怒川で。これが他の場所ものの調査結果なんだけど、見ていくのちょっと怖いな。那須動物王国も3割知らない。ということは那須がどこなのか知らないのか。益子焼、下疲れは2割ちょっとが知らない。この2つはちょっと難しいかもな。土地乙女は2割知らない。土地がついてるのに。東照宮、宇都宮餃子も2割弱知らない。涙が出てきた。これらが栃木だって認知をさせるために頑張らないとな。いい案ありますよ。おお、なんでしょう？全部の名前に、栃木をつけちゃえばいいんだよ。いや、くどすぎるだろ。